例えば通勤してきました、その時にまだこう仕事に入るっていう状態がないところを、それをやることによってよし仕事だねって切り替わる、そういう、なんだろう、効果があるんじゃないでしょうか。健康というものは手段であって、実はその経営のあるべき姿を実現するための一つの方法論としてやっているというのが健康経営だというふうに思っております。日々の体重ですとか体組成、血圧、歩数、もしくは問いたい方からすると疲労度ですとか、そういったものもデータとして加えながら、それを総合してですね、その個人がいい方向に向かっているか悪い方向に向かっている、もしくはその人に対して何が情報提供として有用かどうかということを導き出すというところでデータを活用させていただいています。